福井県道149号温海中津海線、高浜発電所付近福井県道149号温海中津海線は福井県大井郡高浜町内で終始する一般県道である。おと半島の先端にあるおと集落と高浜町市街地を結ぶ路線である。おと集落から他の裏トンネルまでの区間は内浦湾に他の裏トンネルから終点までは若狭湾に沿っている。 全体を通して、片側一車線の確保された回送路であり、途中若干山道になる区間もあるが、道幅が狭くなることもなく、カーブミラーも設置されているので、走りがたいというほどのものではない。また二つの県道と重複している区間があり、この区間は若干混雑することもあるが全体としては、渋滞が起きることは稀である。ただし、南馬港海水浴場や、 エビス浜パーク、浜ナスパークといったマリンスポーツが盛んな海岸が東京道沿いにあることから、下記はこれらの海水浴場へ導く路線としても利用されている。なお、東京道は高浜原子力発電所及び音海集落へ通ずる唯一の車道でもある。原子力発電施設等立地地域特別交付金により原発事故が発生した時の避難路を確保するための 原子力災害制圧道路として2019年3月10日に、お都会小黒半間のバイパスが開通した。このバイパスには、お都会トンネルや新内裏大橋が新設された。ありがとうございます。